なんとも不気味、なんとも怪しいこのいでたち。正真正銘本物のグレートムタです。さあこのスペシャルドラマティックドリームマッチ、ゲスト解説には赤井幸選手にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、赤井さん今日は試合がなかったはずなんですか。そうなんですよね、ちょっとやっぱ、ね、サイン会もあるんですけど、やっぱ DDT ということで見に来ました。はい、はい、そしてこの試合のゲスト解説ということで、はい、赤井さんはムタ選手とは全く接点ないですか。いや、もちろん全然初めてですね、ちょっと圧倒されましたね、入場でも。はい、はい、ケンさんにしてみてもね、はい、今ここにグレートムタがいる光景が信じられませんね。信じられないですね。いやー、けどやっぱり先ほど一人入場した時、両国の雰囲気がガラッと変わりましたからね。さあ、ムタを温存してくるかダムネーション、遠藤哲也と男色 D のムタに、ああ、仕掛けていきましたね、ディーノがね。ちょっと揺さぶりをかけましたね。どうなんでしょう、まあ、ケンさんはかなりグレートムタ選手の、まあ、取材を重ねたということなんですが、はいはい、まあ、そういったその男色ディーノのような、まあ、はい、方は、いや、今まで接点ないですね。お父さんでありますザ・グレート歌舞伎が、はい、まあ、同系と言っていい、かつて言いましたリップロジャースとシングルマッチやったことあるんですけども、はいはい、その情報がね、パパから、グレートムタに伝わっていればいいんですけどもね、それがないとちょっとこれ系はないでしょうね。まあ、代理人である武藤敬司さんは昔ハッスルでインディンと絡んでから対応できるだろうと言ってたんですけども、なんかムタの指が怪しいに動いてます、ね、怪しいですね。なんか理解しようとしてますね。まあ、多分触覚でしょうね、指先がね。男色ディーノの男色殺法に何か、はい、あ、すごい指が動いてる、ね、シンクロしてますね。シンクロしてますね、いや、今魔界と2丁目がつながった瞬間かもしれません。いや、でもね、ムタの存在にね、ちょっと目をとらわれがちですが、はい、遠藤選手のこの体の仕上がり具合、ちょっとすごいですね。また偉い体になりましたね、さらにね。これ赤井選手ちょっとね、筋肉のキレが半端ないですね。彫刻とかお人形さんみたいですね。あ、出た、大岡健太、大岡健太、グレートムタです。大岡健太、グレートムタ、こんなことあるんですね今ここで、はい、この2人のプロレス人生が交わることなんて絶対にないと思ってました。グレートムタ、大岡健知らないでしょうからね、ディーノが、ディーノが焦っている。大掛けも焦ってます、ドクチリの呪いにかけられた男色ディーノがやはりドクチリ恐怖症にかかっています。もう汗びっしょりですよ。嫌な油汗をかいています、男色ディーノ。そして大掛けがこれ何をやったらいいのかって今迷いがすでに生じてますからね。まあ、大掛けもかなり人生において、はい、まあ、なかなか他の人は体験できないことをしていると思うんですが、さすがに魔界の住人との関わり合いはないと思いますからね。失踪中も魔界との住人との関わりはなかったでしょうからね。でも男色 D のはムタが来るということで、はい、DDT 切っての怪奇派石井圭介と大掛けをチョイスしたわけです。そういうことです。ということは D のにとっても大掛けなら何かあるだろうと。何かあるだろうと。大掛さんもやっぱ怪奇派といえば怪奇派ですからね。怪奇派です。孫うことなき怪奇派ですからね。まあ、でもですね、グレートムタの場合はただの怪奇派ではなく、まあ、プロレスのテクニックも卓越した怪奇派ですからね。すごい。グレートムタが大掛けにチキンウィングアームロックを防いでいます。時空が曲がってんじゃないですか、ここは空間、この空間だけ。まあ、ケンさんもよくおっしゃっていると、プロレスはね、はい、点と点がつながって線となって、やっぱ長く見ていれば長く見ているほど得をすると言いますけども、さすがにケンさんでもこんな光景は。ちょっと今自分で目の前で展開されてるのがちょっと信じがたいですね。どこの点とどこの点がつながったのかもよくわかんないですよね。まあ、そこがやっぱり時空がねじ曲がったんでしょうね、まあ、一番今の状況信じられないのは対戦してる大川さんでしょうね、はい、いや、間近で見るグレートネタまた不気味です。なんか緊張感がありますね、ありますよね。あ、そしてムタといえばこれですね、はい、これ場外に出た時グレートムタ何をやってくるか分かんないんで、赤井さんもちょっと気をつけた方がいいですね。何されるか分かったもんじゃないですか。さあ、ディーノは、まあ、一定距離ムタとの距離を縮めていくんですが、でもいまいち踏み込めてない気がします。最後の最後で踏み込めてないですね、
さあ大岡健対グレートムタ再び。今も大岡健がその場外に追わなかったですもんね、追えなかったでしょうね、お、しかしやっぱカリスマ佐々木大輔はちょっと遠藤の方はですねどう扱っていいかわからない、はい、戸惑いが見えたんですが、まあ、堂々としてますね。ただダブレーションの2人は、ね、本当いつも通りに戦うしかないでしょうから ね、 これねグレートムタに合わせるっていうのはこれ不可能ですからね。これをかわしていく土手っ腹に一撃、しかしカウンターの側転ダブルにドロップ、1本取っていったのは石井の方です。こうやって重要に自分たちのペースに築いていくしかないですよね、青コーナーはね。再び大岡健です。いやどうやら青コーナーサイドは男色でいいのをちょっと温存していく作戦でしょうか。いやでも見てくださいよ、はい、カリスマの T シャツ、ダムネーションのグレートムタバージョンなんですよ。そうですよね、コラボしてますね、ということはやっぱりある程度この魔界の住人とはコミュニケーションが取れてるということですね、まあ、そうじゃなければね魔界取り組めないでしょうけども、ただグレートムタっていうのはいつどこで自分のパートナーに牙を向くか分かんないんですよね。確かに、そこは本当気をつけなければ、気をつけつつやらなければいけないのかもしれません。さあ大岡健対グレートムタの第2ラウンドです。今度はアグレッシブに行きましたね、フライングメイヤー、さらに魔界のエルボー、花がありますね、花すごい華やか、こんなおどおどろしいのにね、おどおどろしいのに花があると夢中になっちゃいますね、動き一つ、やっぱ見ててやっぱ引っ込まれますよね、これがいわゆる魔力ですかね、魔力ですよね。いや魔力の前に大岡健手も足も出ません、ここまでかというところがあるんでしょうか。あ、そしてクロスペース、これは佐々木大輔の技でもありますよ。でもありますね、まあ、こういったサブミッションクロスペースあるいは、ね、STF こういった技も使いますからね、グレートムタは。なんとかサードロープです。しかし構わず締めていくグレートムタ、この大きさですよね、ムタね、やっぱでかいですね。そうなんですよね、明らかにね、あの通常の DDT の選手たちよりサイズがでかいですからね。カリスマムタとタッチです。おお、連携です。あ、ということはやっぱムタはカリスマに関しては一定の信頼感といいますか。そうですね、今のところはね、はい、いやちょっと大岡健が自分らしさというものを全く出せていません。全然まだ大岡さんのなんか力みたいなのがないですよね、だって頑張れプロレスはガンプロをメジャーにするためにプロレスをメジャーにするために、さあこれはカットです。大岡さんも多分もうね、オーラとかに圧倒されてるんじゃないですか。そうですね、今のところはね、でもそんな大岡選手見たくないですよ。そうですね、ですよ、グレートムタを倒せばそのメジャーになれるってことで今回ねこのリングに上がってるわけですからね、はい、どんな過去でも大物に対しても、はい、ふざけんな、なめんな、ね、って言ってきた人間じゃないですか。まあ重心サンダーライガー戦で1回逃げましたけどね、それを除いてはね、はい、でもあれはガンプロ前でしたからね、ガンプロ前でしたからね、カリスマ号泣士となってからは誰を対しても逃げなかったですからね。そう、このね、このファイトをねまた来るかもしれないグレートムタに対して見せていきたい大岡健。足を出していく、あでもちょっとやられすぎたか大岡健、お捕まえた、バックに着地されます。あーナックルは返されてしまう。さあどうする大岡健、ジャンピングタックルです。さあこれディーノが手を伸ばしています。ディーノが試合権利を得るんでしょうか。あ、ちょっとムタが叫びましたね今ね。さあ男色ディーノとなると、おついに、ついにさあ、どんな世界がこのリング上で生み出されてしまうのか全く想像もつきません。ついに魔界の住人と2丁目の住人が会合です。いきなり行きます、行きますね、ブロック、さすがに D、 お魔界の、魔界のコックを、あら、
ダブルでいった。全然ノントロールだったの。今までディーノが掴んであんな苦しむことなんかなかったですよ。ファイト。お。一発。うわ。行かない。こんなこと。うわ。うわ。ディーノの深淵を覗きました。あ、掘ってる。強引に掘ってる。強引に掘ってる。これもすごい。また覗く。そして頭をかくムタ。あ、ディーノがもうどうしたらいいか分からなくなっている。危ない。ドラゴンスクリュー。そして足4の字固め。ケンさん、これどう見ます？いや、完全にあの男色サップが今封殺されましたよね。素晴らしい遠藤哲也の場外弾です。いや、赤井選手も多分あそこまで男色殺法に効かない存在って初めて見ました。なんかしかも男色さんのパンツの中覗いてチッチッチッって、はい、あれはどういう意味なんでしょうか。もうすでに見てきた世界なのか。見てきた世界、はい、まあ見切ったんでしょうね、あれはね。あれが効かないってどうすれば歯が立つんですよね。いや、もう男色でいうのはあれが効かなければ手はないですよね。ただですね、いきなりあのリップロック行こうとしたじゃないですか、はい、あれをディフェンスされたじゃないですか。ディフェンスされたときはグレートムタはあれは食らいたくないんでしょうね。リップロックにもしかすると活路を見出せるかもしれないと思うんですけど、ちょっと今のところね、それを出す、展開までなってないですからね。なるほど、唇さえ奪えればディーノにはまだ勝機があるかもしれないという可能性はありますけどもね。股間はちょっとあれですね、どうにもならないですね。そもそもグレートムタがですね、はい、まあ、我々人類と同じような体の構造をしているかどうかも分かんないわけですからね。まあ、そうですよね。確かにそうですね、もしかしたらついてないかもしれないです、はい、全くその我々の想像つかないようなところにあるのかもしれませんし。あ、でもディーノのこの男色心は折れてないですね。それが折れてしまったらもう男色ディーノじゃないですからね。しかも今日のね、この切れてるね、遠藤哲也の肉体はディーノに正気を与えますよ。まあそうでしょうね、逆にこれパワーが みなぎってくるかもしれないですね。そう、ひっくり返して狙いを定めて止められた。しかし諦めないディーノ。戻す遠藤。欲しがるディーノ。嫌がる遠藤。食べたいディーノ。おっ、ウォーカーチェン、ピストドロップ、いただきます。やっぱりそうですね。そして男色スープレックス。これケンさん、もしかするとやっぱり、はい、やっぱり男色タップ効くんだっていう精神的にもいいですよね。そうですよね、それをグレートムタに見せつけたっていうことがありますからね。プロレスデータの回帰が石井圭介。いや、多分ね、でも健さん、石井選手はですね、はい、ムタと触れたいと思ってるでしょうね。まあそうでしょうね、グレートムタが日本にね逆上陸した時からね、テレビで見ていましたからね、はい、あの伝説の広島の長谷博史さんもね、その当時ファンだった石井選手見てるわけですからね。彼のプロレスラーとして、そしてプロレスファンの思いとしては、是が非とも今日戦って彼の脳みそにインプットしたいでしょうね。さあ、そこに割って入るカリスマ。でもこれはやっぱグレートムタラジェルもかなりの強力な布陣ですが、そこにカリスマと遠藤という資格のないトリオです。普通に考えてもその2人を攻略するの難しいですからね。さあ、石井が壊して早い。こういうね、本当何をするかわからない破天荒さ、一人四天王プロレス、石井圭介、面目躍如です。いや、今日はこれ青コーナーサイド、やっぱ石井がいい動きしてますね。そうですね。おっ、椅子はいけない、椅子はいけない。
ちょっと遠藤とし、あーっと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 、松井レフリーの腰が、これちょっと動けないかもしれません。少しまずいですよね、松井レフリー。松井レフリー、あー、レフリー不在だ。ダメ、不用意に入っていくと椅子の餌食です。ディーノは止めた、ディーノは止めた、そして放っている、しかし多勢に無勢。撃たー、え、あ、え、すごい、おお、椅子を持って、あーと、これは誤爆。撃たー、さあ、コートさん、ダメ。しかし、状況は好転していません。あ、どうでしょう。さあ、今度こそ男色の一年、ムタをも通すか。ムタが震えている、震えている、聞いてるんですか。落とした、椅子を落とした、そして男色スクリュー、きた、石井圭介。あ、聞きましたね、聞きましたね、ええ、ちょっとついてることはついてるんですね。何、え、この状況で地獄門を開くんですか。いや、これケンさん、まさに押し通りますね、ディーノは。どんな状況であってもですね、ディーノはディーノの戦い方を曲げません。あー、でも王家もまっすぐな男、まっすぐすりました。さあ、今度は石井がカリスマを捕まえて地獄門の餌食に、な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 ったそしてタイガースープレックスホールド、これは遠藤がカットです。さあ、このうるさい遠藤を場外に排除、そして石井ケースが無駄にストンピング、え、嘘、え、嘘でしょ。あー、まずい、まずい、あかん、あかん、魔界、あうわ、やば、なあ、肛門ドッキリ、え、肛門にドッキリ、地獄門破れたり、え、そしてダムネーションの連携、450、これで決まったか、スカイソー、今終わってもおかしくなかったですよ。そうそう、ただこれもうディーノ選手の肛門が使い物にならないですよ ね、 ですね、ええ、ディーノはもうこのまま動けないんじゃないでしょうか。さあ、完全に無駄ですよ。でも、あーっと、串刺し、ドラゴンスクリュー、でもこれ勝負にならないです。そして先行魔術、グレート無駄の、え、ちょっと、すごい、枠で入った、カットに、豪華剣が目を覚ませ、あれだ、あれ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 だよ、やっていいのね、どれ、え、あれ、どれ、どれ、なんだ、なんすか、なんすか、なに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 、毒だらけ、あー、なんと、なんと、ディーノが地獄門から毒キリを入っている。何ですか、毒キリですよ、ええ、なんと、ムタ、ムタが毒キリに怯えている。完全にムタの理解を超えた、炎のスピア、ムタに炎のスピア、ディーノさんのお尻どうなってるの。あの毒キリの呪いをかけられたことによって何か体に変化が生まれたのか、まあ、そうかもしれないですね、お尻に変化が、変化が、はい、ついに男色ディーノは肛門からドッキリを吐くことに成功しました。人類史上初でしょうね。さあ、ダムネの炎のスピア、ダムネのお二人も、ね、動揺してますよね。いや、でもあれを見ちゃったら動揺するでしょうね、全員動揺してますよ、これ。さあ、これ完全にもう、もう無駄の世界で終わることを思いきや、はい、これケンさん分かんなくなりましたね。そうですね、ガーッ、ニュージックかされた、あー、ドッキリ発砲としたところ、ディーノがムタにリップロック、うわ、これ昔天竜源一郎さんもこの切り返し方しましたけどもね、両国交換に落とせコール、そして毒を、あー、おっと、
そう、なんだ、エンドカリスマ、次から次へとムタの毒が伝播していきます。そして元に戻るか、これ魔界のリップロックですよ、魔界リップロックから、そしてトリプルドッキリ、ディーノ沈黙、しかしまだ石は諦めてないが、ダムネーションの流れるような攻撃、これがまさに我々が目撃するグレートムタラスト決定スイッチ、DDT25 周年記念大会、両国国際大会決定です。